こんにちは、ここえみ代表永津由美子です。神様のかけた食べ物の魔法の10ページ、木のグループが弱いお友達、朝起きるのが苦手だったり、ね、体が硬かって怪我をしやすかったり、目が悪かったり、メソメソ泣き虫、そんなお友達に、効果が高いストレッチを紹介したいと思います。足のここの経絡が伸びると、ここのイライラとか泣き虫とかが治りますので、足をぴったりとこういう感じでひっつけて、ここを伸ばしてもいいですし、横に伸ばしてこの辺りをストレッチしていくと泣き虫やイライラが収まります。バイバイ。